はい、ガッチャンです。今日もぴょんぴょんやっていきますが、そう、今日ちょっと寒いんでね、そう、カーディガン着ながら、まあいつも最近これ着てるって言うんだけど、まあ、暖かいんだもん。まあ冬そんなもんじゃない。一回、そう、二回、三回、4、5、6、まあ、今日は何の話しようかなって、まあ、思いながらそうやってんだけど、今日何しようかな。久しぶりにダイエット始めて、今日もうすぐね、もうすぐ50日目なんだね、この動画って始めて。もうすぐ50日目だから、まあ、50日目までに100キロ。今日ね、体重が102.5キロだったんだけど、そう、まあ、あと数日で 2.5。わー、難しいかな。はい。で、まあ、最初の1ヶ月はものすごく調子よく、10キロ以上、13キロぐらい体重おったんだけど、その後は、現在は、1ヶ月で、だいたい今、4キロ、5キロぐらいかな。今4キロ、5キロかな。ぐらいのペースです。で、まあ、なんで急にそのペースで落ちてきたかなっていうのを、まあ、検証すると、あれですよ、筋肉トレーニング。あのね、筋肉トレーニング中心に始めたからね。そう。で、筋肉は、あの脂肪のね、3分の1の体積脂肪はね、あの筋肉の3倍の体積、要するに、なんだ、筋肉が3倍、筋肉が3倍違うな、筋肉が1に対して同じ重さだったら脂肪は3倍の大きさ。そうで、重さは筋肉の方が重い。だから筋肉トレーニングをするとかえってね、体重太る人もいるんだって。でも脂肪は減って体重が増えるなんで、まあ、筋肉トレーニングをしてるから、もちろんと何もしなくても落ちていく、あの、なんだっけ、代謝、基礎代謝はぐっと上がってるし、で、そう、多少暴走食いしても、まあ、普通に何もしないのと同じぐらい、体重は安定しています。はい。まあ、そんなわけでですね、筋肉トレーニングしながら、現在に至ってるんですが、こっちでやる？別に映らないけど。は？そう。こんな狭いところでやらなくても。はい。そう。広く使うわけじゃないんですか。マットの上でやる。で、それで、足でかい声の人物がいる。まあ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 、この部屋にはいろんな人がいるんでね。はい。まあ、それで、筋肉トレーニングをしながらやってるので、まあ、体重の、こっちでスピードを今折ってるんですが、確実に、落ちやすい体になってることは間違いない。あなたの足を見せてください。そう。落ちやすい。落ちやすい、筋肉になりつつあるのは間違いない。まあそんなわけで、もうね、私のダイエットも第一段階から第二段階に進んでるって感じですね。そう。まあそんなわけで、今日もやっていきますが、そうだね。昨日からね、ちょっと、音楽流しながら、音楽に合わせて、ぴょんぴょんやってるんですが、今日ね、今日手元にね、スマホしかないので、まあスマホで、まあまた、カントリーロードでも歌いながらやる？そう。よし。よし。これで、15回3セット終了。はい。ここから5分飛んでいきますが、よし。どうぞ。えっと、
今、4時26分だから、31分、32分ぐらいまでかな、やっていきます。さあ、楽しそう。で、ヒップを、あれですね。まあ、最近ね、ダイエット始めてから、まあ、いろんなね、今日ね、今日ね、久しぶりに会った人に、思いっきり無視されて、あれと思ってさ、あの、私も、あの、相手の人はね、ちょっと、ぷっくり太ってて、私はガッツやってたら、お互いに、あれあれあれみたいな感じで、あれあれあれあーどうもみたいな感じの会話になったんだけど、なんかやっぱね、痩せたなって言われるのは嬉しいよね。太ったなって言われるよりは、よっぽど嬉しい。だからしつこくて。まあそんなわけで、ダイエット今日も、ピョンピョンエクササイズもしてもいるんですが、はい。ピョンピョンエクササイズも、もう40日以上経ってるので、はい。もう、すごい、体楽にジャンプできるようになってきましたね。あと、まあ喋りながらも全然普通にできるんですが、そう、カントリーロードね、歌うそっちで歌うの、歌って言われるもんな。そう、カントリーロード歌っても大丈夫？大丈夫ですよ。はい。じゃあ、そんなわけで、今、ギターの練習も一緒にしてるんだけど、そう、ギターの練習も一緒にしてるんだけど、なかなかね、カントリーロードの歌詞が覚えられなくて、そう、一回一回で、前回カントリーロード歌った時の、その動画を見ると、詞を間違ってんだよね。ああ。そう。そう、あの、今思うとあれと思うんだよね。なんで、今日は間違えないで、使えないでいきたいなと思います。いくよ。カンティロー、この道、ずっと行けば、あの街に続いてる、やする、カンティロー、ひとりぼっち、あれ、もう詰まったやん。ひとりぼっち、恐れずに、生きようと、夢見てた、寂しさ、押し込めて、そんな僕を守ってゆこう。カンティロー、この道、ずっと、行けば、あの街に、続いてる、やする、カンティロー、歩き疲れ、佇むと、浮かんでくる、ふるさとの町、丘を巻く、坂の道、どんな僕を、叱っている、カンティロー、この道、ずっと、行けば、あの街に続いてる気がする、カンティロー。どんな苦しい。なんだったっけ？またわかんなかった。どんな苦しい。とてにゃ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 、決して涙は見せないで、心なしか歩調が早くなってゆく思い出、消すため、カンティロー、この道、ふるさとへ、続いても、続いても、
僕は行かないさ、行けないカンティロカンティロ、明日はいつもの僕さ、帰りたい帰れない気がする、カンティロ。あれやっぱなんか途中あれなんで間違えるのかな。そう、まあちょうど5分飛んだんで、今日はまあまたね、まあ、声出してもいいようなところでやってるときは今日で歌ってみたいと思います。あれおかしいな、なんで間違えるのかな。今日の動画いかがでしたか。まあ、毎日少しずつ頑張ってるかっちゃんです。そんなわけでね、皆さんの声援が私のモチベーションです。今日も頑張ってねーと思った方、ぜひいいねボタンを押してください。こちらですよ。はい。そしてですね、チャンネル登録していただければ、もっともっと頑張れるかなと思ってます。ぜひ、ここのチャンネル登録と、その脇にある鈴のマークも押してください。鈴のマークを押していただくとね、私のダイエット、もしくはギターとかね、他のことやってるいろんな動画がリアルタイムで皆さんの元に届きます。そのわけで、いつも全員ありがとうございます。ガッチャンでした。